関西キャポート近くの、オリエンタルスイーツさんっていうホテルにね、来てる。そうそう。明日関空からフライトだから。ここね、ちょっとさ、もうすげえ忙しかったからさ、ゆっくりしたくてさ、撮ったんだけどめっちゃすごいよ、みんな。いで。ほら。スイート。すごない？すごない？もう明日から30時間くらいのフライトだからと思って、なんかこれもね、シューズの。ということで、オリエンタルスイーツさん、ルームツアーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。忘れてた。ルームツアーが久しぶりすぎて。そう、なんかだからシューズクローゼットなんだって。ここ。で、ここが玄関ね。で、ここにまずね、1個ね、トイレがある。こんにちは。そしてここに洗面台がある。はーい。あ、ちょっと待ってね。ごめんごめんみんな。ちょっとホテルの人が来た。ということですね、すごくない？こう全面窓で、そして外は結構私しか見えないけど、今一応夜景は見えてるよ。で、ここバーカウンター。そしてね、バーカウンター。そしてここにキッチンがあるんだよ。このワインは私が持ってきた。そしてね、ここね、こんなすげえキッチンがあって、バーカウンターもあるのに、なんと、見て、空です、冷蔵庫。なんだろうみたいな、こんな、なんか、何あの、調理できるようになってるけど、あの、何もないから、来る人は持ってきた方がいいよ。全然家族とかで来たらめっちゃゆっくりできるんじゃない？ほら、ダイニングテーブルとかもあるし、めっちゃすごいよね。なんかね、でっかい鏡とかもあるわ、そういえば。すごい部屋が広く見える。とかも広いけどね。で、ソファーと、で、テレビ。多分これテレビね、オンデマンドついてると思うんだよね。そう思ってこのホテルにしたんだけどね。そう。そして、ここ、寝室はですね、ここに寝室があって、ここにね、ひっそりとデスクがあって、なんかこの辺の作り面白いよね。なんかここはなんか普通のホテルっぽい。ちょっとなんか狭い、クローゼットもね、こう、ちょっと狭い。で、トイレが2個ここにあって、2個目のトイレがあって、ほら、洗面台と、そしてね、バスがここビューバスなんだよ。ただただビューバスに入りたかったからここにしました。ということで、今日もこのだだっ広いホテルにたった一人一泊していきたいと思います。あのね、ちなみにこんなでっかい、あのすごい部屋だけど、ご料金は2万5000円ぐらいだったよ。なのでもっと安い日もあるみたい。今3連休だから高いけど、私が調べたら一級のサイトで1万5000円の日とかもあったので、ぜひぜひみんなも調べてみて。ということで、じゃあね、バイバイ、 See you!